はい、ということで今回からは、チャプター4京都姉妹校保留編やっていきたいと思います。で、まあどこまで行くかな、まあ、とりあえず最初の2つやるか。多分このサプライズは多分バトルないよね。だからこのまま。七海、吉野ってこの家にあった指について友人に。はい。言ってません。彼の場合不要な責任を感じるでしょう。確かにね。お前に任せてよかったよ。常識人の七海は。で、指は？ちゃんと上に提出しましたよ。あなたに渡すと虎杖君に食べさせるでしょう。まあだね。あ、先生。明るいな。明るいな。早くみんなのとこ行こうぜ。目がキラキラしている。ユージ、もしかしてここまで引っ張って普通に登場するつもり？サプライズしようとしてる。やるでしょサプライズ。かぶったセリフが。いいね。何したらいい？先生、俺何したらいい？乗り軽すぎるよ。何もしなくていい。僕の言う通りにしろ。流れるままに。生きてるだけでサプライズでしょうよ。確かに、流れ冷静なツッコミを。おんまたー。はい、京都のみんなにはとある部族のお守りを。なんか知らない人たちが。そして東京のみんなにはこちら、個人の虎杖悠仁君です。不謹慎すぎるぞ。まあそりゃそうなりますよね。ですよね。まあそりゃそうよ。全然うれしそうじゃない。まあめっちゃ引いてるやん。宿儺の器どういうことだ。あー、そりゃ死んだと思ってるからか。まああれがそれが普通よ。普通のリアクションよ。はいはい。どの任務がいいかな。じゃあ作戦会議やりましょう。これでいいのか。はい、勝つぞ。はい、作戦会議か。京都姉妹校交流会第1日目団体戦、チキチキ呪霊討伐猛レース。ほう。指定された区画内に放たれた2級呪霊を先に払ったチームの勝利となる。なるほど、団体戦か。区画内には3級以下の呪霊も複数放たれており、日没までに決着がつかなかった場合、討伐数の多いチームに軍配が上がる。それ以外のルールは一切なし。はあ。こいつが例の死んでた1年か。あ、いじめのやつやんけ、これ。そうみたいだな。あ、そっか、2年生も初初対面か。なんだか喋った。まあまあ。初見初見。なんて。まあ、そりゃそうなるよね。入巻先輩は呪言した。言霊の増幅、強制の術式だからな。安全を考慮して語彙絞ってんだよ。なるほど。死ねっつったら、相手死ぬってこと？最強じゃん。ああ、確かにそうなんのか。そんな便利なもんじゃないさ。ほう。強い言葉を使えばでかい反動が来るし、最悪自分に返ってくる。あ、なるほどね。語彙絞るのは、トゲ自身を守るためでもあんのさ。大変だな。で、どうするよ。団体戦形式はまあ予想通りとして、メンバーが増えちまった。作戦変更か。時間ねえぞ。まあそりゃ虎杖はそうやもんな。そりゃ有事次第だろ。何ができるんだ。殴る蹴る、シンプル。そういうの間に合ってんだよな。まあまあまあ。こいつが死んでる間何してたかは知りませんが、東京校、京都校、
全員呪力なしでやり合った。イタドリが勝ちます。ほう、東堂と戦ってる恵が言うんだ。信憑性はある。面白い。よし、お前ら1年3人とあたしら2年で実戦練習すんぞ。ほう、今から？時間ないんじゃ。まあ確かにね。軽く手合わせするだけだっつーの。確かに交流会前にユージの実力を見ときたいしな。シャケ、まあここもゲームオリジナルの展開ですね。俺もです。はい、さあ行くぜ。ここからバトルでしょう。負けたくねえんだわ。俺も割と負けたくねえ。邪魔、まあ、勝つわ。パンダ、ジュグはどうした？俺パンダ、人間の言葉わからない。まあこの生徒やんのちょっと嫌なんだよな。うお、俺はこっちで鍛えてた。任せてくれ。まだ死んでただけじゃねえみたいだな。私のこと忘れんなよ。ノバルちゃん、ノバルちゃん、みんな人間どこ行った？来た後ろから卑怯だぞ、それは卑怯だぞ。パンダ先輩集中した方がいいのか。ほら前に出る。ダリーダリーダリー。再びかける。交代ガラキ。け。やっぱ頼りになるな、シグロは。俺は俺ができることをやってるだけだ。はは。楽勝。今回はこんな感じ。はい。ノバルちゃんどこにいんだよ。どうやら恵みが言うだけあるみてえだな。身体能力はピカイチだ。はい。シャケ。シャケは皇帝なんかな。ボス、コエス。チョリス。交流会の作戦の話だが、一番の課題は東堂だ。ほう。東堂は化け物だ。全員で相手にして全滅するのが最悪のパターン。ああ、東堂が一番強いんだね、京都で。だから足止めとして一人だけパンダか恵みを置いていくつもりだったが、イタドリ、お前に任せる。おお、認められてる。勝たなくていい。できるだけ粘って時間を潰せ。はい。でも先輩、やるからには勝つよ、俺。おお、ええやん、その心意気。ええやん。はいはい。どの任務がいいかな。まあじゃあ次から交流戦が始まるってことだから、まあちょうどいい感じだから、今回はここで終わろうかなと思います。はい。
じゃあということで、ご視聴、まあ、このうちのちょっと見といて、ご視聴いただきありがとうございましたということで、あ、この3人戻ってる。2年生がいないねんけど。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。よしきはチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。